ななと一つににるなら人生すてて投げ出しももいいどうもおにぎり定食です今回はエヴァンゲリオンについてちょっと語ってみようかなと思います。エヴァンゲリオン、まあ一言で言ってもね、語り尽くせない。まあ語,語り出したら止まらないと言った方が正解でしょうかね。もうあの、いろんな考察やら、いろんな設定やらでね、もういっぱい話せる <laughs> まあネタなんですけども、まあ知ってる人はね、まあ知っていると思います。知らない人は知らないかもしれません。 このアニメは、あの、考察を楽しむアニメだと思います。まあ、当然、あの、キャラクターも魅力的ですし、ストーリーの展開、音楽、すべて、あの、トップレベルのまとまった作品だと思いますんでね。まだ見てないよって、まあ、かなり少ないと思うんですけども、やっとこさね、最近あの、映画で完結しましたんで、まあ、今度の夏休みとか、 三連休等の長期休暇があるときにね、ちょっとあの、見てみようかな、見返してみようかなって言ったときに、まあ、私のこの解説聞いてみてもらえれば、ちょっとは、あ、なるほどね、あ、そこでそうなってるんだってのはわかるかもしれません。まあ、あの、簡単な説明なんでね、もっと詳しい解説は知りたか方た他の方の動画の方がいいのかもしれませんけど、まあ、 生温かい目で見ていただけると助かります。で、それでですね、まあいきなり、まあ何を語るかというと、やっぱりエヴァンゲリオン語る上で外せない部分、やっぱあの人類保管計画かなと思います。この人類保管計画が何ぞやというのが分かった上で、あの、エヴァンゲリオン、まあテレビ版、映画版、まあその他もろもろゲーム版、ね、いろいろあるんですけれども、 それを見ていくと、まあ、まだ違った見方だったりあなるほどここはこれだからこうだったのかという思いでねまた見ることになりますんでまたちょっと違った印象になると思いますんで、まあ、ちょっと聞いてみてくださいまあまずその人類保管計画なんですけどもこれ何なのって話なんですね人類を保管するまあ一応税例と呼ばれるまああのー シンジ君まあちょっとねこう難しい簡単に言ったら、まあ、敵対主人公に対する敵対する組織があるんですけどもそいつらは人あの自分の体をあのないんですよね実際もうあの手がない足がない体がないというような状態でも長生きしたい,い一生生きていたいというまあ不,老不死って言っても差し支えないと思うんですけど、まあ、それをしたいということで、まあ、人類保管計画。 というのを名付けていろいろストーリーが進んでいくんですけれども簡単にめちゃくちゃ簡単に言うと人類を一つにするための儀式というのが人類保管計画になりますその人類を一つにするって何なのっていう話なんですけどこれがねいろんな解釈があるんですねテレビ版だったらあのみんな一つになる LCL になって解けるで心の保管が始まる で、もう一つの LCL の塊になって、みんな平等に、あのー、生きながらえることができるというのが、一番最初のテレビ版の人類保完計画でした。で、その後、映画、まあ、ジョハ Q、あと、まあ、新エヴァンゲリオンと続いていくんですけども、ここら辺でちょっと人類保完計画の設定といいますかね、あのー、簡単な内容といいますか、これがちょっと大きくガラッと変わったと、私は思います。 正確に言うと、テレビ版の時、おそらく、安野監督、あの、人類補完計画のことを詳しく考えてなかったと思います。もう、はっきり、そのテレビのストーリーを進めるための、一つの、まあ、単語、ワードでしかなかったと思いますね。だから、言葉悪く言ってれば、行き当たりばったりな設定だったと思います。で、まあ、あの、再度、映画にして、再構築する、ジョハ級というのをやるぞと。で、最後、新エヴァンゲリオンに続くぞってなった時に、は 真剣に考えて、じゃあこれで、あのー、人類保完計画としようか、というふうになったと、私は思います。まあ、あの、いろいろね、他にも設定、まあ、人類保完計画以外にもいろいろ設定ありますんで、もうめちゃくちゃ複雑です。これを紐解いて考えるのはめちゃめちゃ難しいんで、また機会があればね、やってみようかなと思うんですけども、まあ、多分10分、20分って足りないですね、時間が。おそらく1時間ぐらい取っておらないとできません。まあ、その機会があればまたやります。まあ、今回はとりあえず、ま、人類保完計画についてなんですけども、 これね、人類保管計画、あの、発動しているシーンをちょっと思い出してほしいんですよね。まあ、テレビ版でしたら、まあ、えー、テレビじゃない、ごめんなさい、映画ですね。映画版でしたら、まあ、最初の、エンド・ボーイヴァンゲリオン、まあ、死と神聖と呼ばれている部分ですね。あそこでしたら、まあ、真珠君、あの、映画のラストで人類保管計画のターゲットとなって、まあ、人類保管計画を、まあ、サートウインバクトですね、起こしてしまうと。で、 あーのー、そこでアスカとの謎のエンディングがあるんですけど、まあ、それはちょっと置いときましょう。でも、このエンディング実は後に繋がってきますんで、まあ,あ、その、そのシーンそうだったんだっていう、ちょっと頭の片隅に入れといてください。で、除波球って綴っていくんですけども、ここでエヴァンゲリンの字がまず変わります。エヴァンゲリンの絵がなんか、あの、普通だったら、カタカナの絵だったのが、あの、難しい方の人が休日だと言いますかね、あのー、 江戸の絵みたいな感じの絵のエヴァンゲリオンになりますで僧侶スカラングレいわゆるアスカが色アスカとか牧波、ま、マリとか新しい名前が出てきてますただ綾波、まあ、とシンジ君あとその他のメンバーは変わっていないというとこなんですけども実は今考えたらここでもうすでにエヴァンゲリオンの謎が一つ出てるんですよね テレビ版では、この、なんで、ソウリアスカ・ラングレーと、その、四季並みアスカ・ラングレーになっているのかとか、この新キャラのマリーは一体何なのかって話になってくるんですけども、これ、人類保管計画が発動されたから、このキャラが出てきてるんですね。言い換えると、人類保管計画というのは、おそらく、僕の、僕の推測ですが、パラレルワールドを起こすための、あの、イベントだと思います。だから、 あの一番最初の、まあ、シンジ君、あの、映画の時にね、あの、最後、サードインパクトを引き起こして、まあ、人類保完計画を発動するんですけども、そこで、一旦、あの、時間軸がずれたパラレルワールドができます。その証拠に、えー、と、エヴァンゲルのジョロホですね、ジョハ Q のジョになると、あの、オープニング、まず海の色が違うとか、まあ、いろいろ細かい設定あるんですけど、アエがしょっぱなから出てくるんですね。アエが。 でテレビ版でも実はまああなみがでこんなところにあえなみがいるんだろうっていうところでな波あえなみが表現されてるんですけどもこのあえなみが表現されているところっていうのがおそらくあの人類補完計画が発動されてパラレルワードになってますよっていうトリガーの部分だと思いますですからあのし、ー、ん君はパラレルワードに魂と言ってしまう記憶はないけど言ってしまうただ ちょっとイレギュラーがあって、あのー、その魂と記憶を引き継いで何回も輪で転生しているやつが1人いますこいつがまあ,あの渚香、えー、最後の人と言われてるやつなんですけどねこいつがね何回も天で輪生してるんですよねあでごめんなさい輪で転生してるんですねその証拠にちょっとエヴァンゲリオンの歌もちょっと思い出してほしいんですね残酷な天使のせいぜい 少年よ、少年よ神話になれって歌ってるし、あと、ま、映画版の方でそうあの、魂のルフラン。まあ、あの、おそらく、ルフレイン、ディフレインというと、あの、繰り返しといった意味のルフランだと思うんですよ、これ。意味合いときには。ということは、何回も、あの、魂、あの、世界がぐるぐる回っているっていうのが、このエヴァンゲリオン、実は大きなキーワードになっています。 ということは、その先ほど言った一発目の映画の時にシンくんが人類破綻計画を発動して、パラレルワードの手、ョの世界ができます。で、ジョの世界で新しい世界ができたがために、あの、新しいキャラもできて、出来上がってきてます。先ほど言ったマリーですとか、アスカも、なぜかしなんか式四みという名前になっています。まあ、この式季みもまあ、後でシン、新エヴァンゲルみたいなちょっとだけ、まあ、謎は解明,され解明されてるんですけれども、まあ、やっぱし、ちょっとおかしいんですよね。 普通の時間、はじめ再構築は言ってたのに、再構築じゃないんですよね、これ。再構築でいいんであれば、そのままソウルアスカラングで出せばいいわけですから。それを出していないということは、やはり何か別の意味があるんだろうということで、やはり新しい時間軸が発生している。パラレルワードが発生してと考えるのが、意外としっくりくると思います。で、まあ、あの、ーがあって、まあ、ヤシマ作戦があって、まあ、その後そのままの時間軸で、はになります。 で、歯になって、まあ見てる人はね、わかると思う。やっぱところどころちょっと、あのー、今までのテレビシリーズや、序とはちょっと違う設定に、僕はなっていると思います。まあ何がこ違うんやったらちょっと細かすぎるんで、ちょっと割愛しますけど、やっぱちょっと違います。先ほど言った海の色が違うですとか、色々あるんですけど、やっぱちょっと違うなっていうのがあります。で、まあ、歯の時点で、えー、っと、もう一回、じあのー、真珠君、早い段階で実はサードインパクトを起こしてしまいます。 本来でしたら、あのー、すべての人を倒して、で、最後に量産がダイバーとの戦いで、まあ、通常でしたら、その、人類保管計画発動するんですけども、シンジ君の暴走により、ちょっと早まるんですね。で、あーのー、綾波を助けたいという思いの、思いが、もつ募りに募って、あーのー、人類保管計画。まあ、この場合だたサードインパクトが発生してしまいます。 よってまたここで、あのー、人類保完計画が発動されてしまったのでまたここでまた別の世界観の,あのパラレルワードが発生してしまいますで次に「上波ときて「Q」になるんですねこの「Q」っていうのは、まあ映画でしたらあの普通のアルファベットの「Q」になってるんですけどおそらくこれは「Q」型とか「オールドタイプ」といったあの「Q」「Q」自体の「Q」ですよねあの古いじゃなくて「Q」型の「Q」って言ったんですかね あの感じが当てはめられますということは旧型エヴァンゲリオン旧式って何って言ったらおそらくですけども一番最初の映画のあーのーエヴァンゲリオンの世界につながってた話だと思いますその証拠にシンジ君は13年間でだったかな難しいちょっと設定はあれですけども何かに捕まっていて何かにされていてなぜ <laughs> か宇宙空間にさまよっているとい設定なんですよ でこの設定もちょっとまあ難しいことを言いますと、おそらく、まあ、シンジ君、あの人類保護関係が発動された後に、何らかの理由で回収されて、あのおそらくあの自衛隊に確保されたんですけども、その後、まあネルフを生き残った残党と戦うために、おそらく武器化されてたと思います。その証拠に、機動衛星上にそのなぜかシンジ君が入った箱があるということで、Q がスタートするんですね。 で、それを助けに、十何年もかかって、やっと、えっ、ー、と、マリーと、そのアスカが、シンジを救出するって話なんですけども、でも、そこでちょっと考えてもらいたいのが、先ほど言った通り、旧型のエヴァンゲリオン、に、っていわゆるテレビ版ですね、には、マリーはいないんですよ。うん。じゃあ、じゃあ、どっから来たのってなってくると、やっぱりその、人類保管計画で、どこかの、さ、あの、パラレルワードから飛んできたのが、 おそらくマリでそのマリがあの新次君を助けるとその旧方のエヴァンゲリオルの13年後とつながっているんじゃないかと私は推測しますだからそのその新次君が起こした一発目の,あの人類補完計画の後の世界観を描いているのが旧なのかなとまあちょっとねあの語弊がかなりあるかもしれないですけど感覚的には損なっていると思いますですからあの新次君は13年間なぜか記憶がなく でもなぜか、あのー、みんなは冷たいと。なんでみんな冷たいのって言ったら、それは、新ジ君武器となって、おそらく、あのー、ネルフですね。まあ、ビレかな。あの、あのー、キューだったらもビレになってると思うんですけど、それに敵対していたっていう話なんで、操られて、まあ操られて、も本人の意識がないんでね、実際ももう操られてたと言った方が正解なんですけど、それで、まあ、かなりネルフと、そのビレの戦いにかなり、あのー、活躍していたんで、 かなり、あのー、問題があったんじゃないかなと思います。それで、まあ、アスカが殴り、壁を殴ったとか、いろいろ、ま、設定があるんですけどね。まあ、あなんとも言えませんけどまあこの時点でもう、もう2回、3回と実は、その、人類保管計画で、パラレルワードが3つぐらいへ、あのー、平行で動いてます。新、あのー、旧が、九の、エンド・ブ・エヴァンゲリオン、ジョハ、ジョハのところもの、 パラレルワードで、Q というパラレルワード、Q 型の, Q のンエンド・オブ・エヴァンゲリオンからのまた派生した世界とつながっている。4つぐらいの世界とつながっています。で、その世界がつながった状態で、やっと、新エヴァンゲリオンに繋がってくるというお話になってきます。めちゃめちゃかいつまんで説明してますけど、理解していただけるでしょうか。言ってる本人もかなり難しい感じなんですけどね。 まあまあ難しいです人類保管計画。でも一言で言ってしまうと、めっちゃくちゃ簡単に言ってしまうと、やっぱり人類保完計画はパラレルワールドに行くためのトリガーでやると。で、なんでじゃあパラレルワールドがいいのかって言ったら、人類保完計画のちょっと定義を思い出してほしいんですけど、みんな一つになって、もう一回流れる、不老不死になる。つまり都合が悪かったことを人生もう一回やり直して、都合のいい方に書き換えることができる。というのが人類保完計画の 山ななんじゃいいかと私は思いますですからその人類保完計画を起こしてパラレルワードを起こしていつかどこかで完璧な平和な世界ができるだろうというのがあの狙いと言いますか主たる思いなんじゃないかなというのが考えられますまあそれでもねやっぱり人類何 <laughs> とも言えないですけどねちょっと若干強引な部分もあるんですけどただまあその先物言った歌で。 あの「魂のウルフラン」ですとか「少年あ残酷な天使のテー々」で「少年よ神話になれ」と歌っている歌詞があるようにやっぱしそのシンジ事君をあの神とシンジだってねあの神の司とか神に,神に使えるとか書いたシンジになりますからそういう意味合いでシンジ君をトリガーにしていろんな世界をぐるぐる回すことによってあのいい自分たちが本当る理想の世界を作りたかったんじゃないのかなと言動にして言動はまたちょっと違うんですけどね、まあ、少なくとも税礼 の考えはそうだったんじゃないかなと、私は思います。で、まあまあ、その、じゃあ、魂が、なんでそんなループしてる説が、そんなたあの、いろいろ考えられるのかっていうんですけど、先ほど言ったのは、まあ、なぎが、あの、記憶を持ったまま、リネ転インスを何回も繰り返している。だから、劇中でも、今度は助けるよ、新ジ君とか、今度、今度はちゃんとやるからねとか、今度はうまくいくといいねとかいうふうな話をずっと、あの、か君はしてます。 まあ詳しいこと言った月にね棺が何個もあって9個か12個あるうちのもう6個空いてるよっていうから6回くらい転生してますよっていう話でもあの薫君転生説っていうのもあの実証はされてますまあこれは難しいんでねあのまだそういうシーンがありますんでもしあの見る機会があればなあまあ除波9でも出てます9かな9とか 葉の部分でも出てますんで、まあ見てもらえると。定番でもね、ちょっと、まああの、ディレクターズカットやったかなにはちょっと出てたかなと思いますんで、まあもし見る機会があればね、そこも目をつけていただけると、あ、なるほどね、というふうになると思います。で、シンジ君も、あ,あの、魂だけ D に転職します。ただ記憶はないんですよね。その証拠に、あの、シンジ君もね、あの、設定ではね、記憶、あの、幼少期の記憶がないんですよ。 まあ難しいこと言うと、自分のお母さんが初号機に取り込まれてしまった時にショックで、まあ、平常じゃないけど、ちょっとね、塞ぎ込んでしまって、あの、記憶が曖昧って言ってるんですけども、言ってるんですけども、それはまあ当然あるんですけども、ここで実はループ説の、あの、根幹が一つありましてね。真治君は、その、第三新東京市、三里さんのとこに来る親父に、東京市に、新東京都市に来いと、ネルフに来いと言われるまで、先生と呼ばれる、 ととこににいたといたう設定になっているんですね先生って何やね学校の先生なの医者の先生なのまあ、原作でも先生のところとかたまに書いてるんですけど、明確じゃないんですよね。今までビジュアル一回も出てないんですよ。じゃあ誰なのって考えたら、実は今回の新エヴァンゲリオンで先生と呼ばれるキャラが出てます。で、その先生と呼ばれるキャラで、実は新く君、あの、かくまってもらってます。まあ、かくまってもらっているのが、あの、面倒見てもらってます。 ということから、あのー、もう、新ジ君は、この時点で実はループが確定してるんです。もうループしてたと。で、そのループしてたと確定するために、もう実はテレビ版もう一回最初の方を見てみると、あの、最初の一番人が現れて、美トさんが助けに来てくれる前後ですね。電話のとこやったかな。で、あの、綾波なみがいます。と、先ほど言ったように、あ波なみが出ているというとは、人類保管計画が発動されて、 新しいパラレルワールドが始まっていいるという話になってきますパラレルルワードになっているからあの記憶が曖昧でそのままス,ストーリーが進んでいるとだからテレビ版のストーリーも実はもうあれもっと別の時間軸ではちゃんとストーリーがそして動いていたけども実はパラレルでテレビ版がすでにもうパラレルワールドだったっていう話にもなってきますどうですか面白くないですか みんなが普通に見てたテ,あのテレビ版も、最初のシジ・エンド・エヴァンゲリオンも、もう実はループで、シンジ君、パラレルワードを経験済みと考えたら、ちょっと面白くないですか僕はそれ気づいた時、すごく面白かったですけどね。なんでジョハ Q とかな、そんな、なんかよくわからん名前、映画につけたんだろうなと思いましたからね。えー、まあ、それがわかった、その、人類保管計画が、まあ、パラレルワードで、 新しい人生を都合のいい人生にやり直すという、というのを分かっていれば、これ、あ、ナミ出てんじゃんとかなってくると、あ、ここで、人類ール保管計画は、何らかの理由でフラグが当たってやり直してんだなって分かると、またちょっとね、エヴァンゲリオンの見方が変わってくると思いますんで、ぜひ一度ね、そこをちょっと注目して見ていただきたいなと思います。 エヴァは他にもね、語ることいっぱいあります。あいっぱいあるんですよ。あ,あの、死とって何なのとか。これ僕の使徒も一応考えはあります。これだからこうじゃないのかっていう考えもあります。ゲンドウもなんでこんなことしたのってもありますし、ゼーレもなんでこんなことしてたのっていうのも、一応僕の中で推測はあります。これだけでもめちゃくちゃ語れます。<laughs> エヴァンゲリオン大好きっ子だったんでね。もう大好きです。音楽も好きですし、ストーリーも好きですね。デザインも好きです。うん、役者人も好きです。 まあそれがね、20年以上かけてやっと終わったっていうのはやっぱ感無量だったんでね、いつかこういうことをやりたいなと思ってたんですけど、まあなかなかできなくて、語ることもできませんでした <laughs>。ただなぜかね、僕の周りで今ちょっとエヴァンゲリウムが流行っていて、人類保管計画、なんなのおにぎりってよく聞かれるようになったんで、まあものすごく簡単に、まあ簡単に言ってもこんな時間になってますけども <laughs>。まあよそさんのね、サイトを見ても、あの、本気で語ってたらこの、これぐらいの時間ではないので、ちょっと覚悟してみないとダメなんですけど、 一見の価値ありますんで、まあ一度ぜひあのエヴァンゲリオン見るのも見てから僕のこの解説を見てもらっても構いませんしまあエヴァを見る前にこの解説を聞いてもらうのも一つの楽しい見方なんじゃないかなと思いますまあ半分ちょっとネタバレのまあ、いっぱいも入ってますけども別にそれネタバレとなっていても十分楽しめるものになってますんでぜひ一度このちょっと今解説を頭に入れて見直してみていとはいかがでしょうか ね、こん今回のこの人類保管計画違うんじゃねえかとかそんな解釈聞いたことねえよっていう人もいるかもしれませんその時はもうコメント欄にどんどんあのクソ米でも何でもいいんで帰ってくれると私はあの励みになれますんでどんどん書き込んでみてくださいあのまたまあそうはクソ米でもでもちょっと面白かったやんちょっと聞いたろかなというふうなことを思ったらあの高評価とあのチャンネル登録もよろしくお願いしますできる限りねあの <laughs> 楽しい僕が な、あの、楽しかったなという精神の部分をみんなに語っていて、そこの部分が共有できたなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。以上、おにぎり定食でした。また会いましょう。